階段アミーゴ。させていただこうと思います。私階段 の、 サイトを昔やってまして、今ちょっと更新止まっちゃってるんですけども、そちらの方にお寄せいただいたお話を一つ、はい、しようと思うんですけども、これ、まあ、今からもう15年ぐらい前の話なんですが、その方がですね、まだ都内の方に、都内某所に住んでた時なんですけれども、当時彼女、5歳の娘さんがいるお母様で、でその都内とは言ってもちょっと外れの方だったんで一軒家に住んでたんですね。でちょっとこう小高い丘の中腹にある家で、こうなんですかね、まあ、ずっと住宅街なんですけど、遠くの方には高速道路の高架が見て、その向こうに山なんか見えるような、こうすごく見晴らしのいいところだったんで、すごい気に入って気分よく住んでたんですけれども、ある日の夕方ですね、2階にある洗濯物を取り込もうと思いまして、トン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 ってこう2階の方に上がっていったんですよ。そしたら、それまでこの部屋で遊んで、2階の子供部屋で遊んでた娘さんが、バーンって急に飛び出してきまして、ガチッってこう、母親の子にしがみついてきた。で、おお、どうしたのどうしたのって言ったら、今ね、橋のところにねって、橋って窓から見えるその高架のことなんですけども、橋のところにねって、黒い影の人が立ってて、おーい。おーいって手を振るのって言うんですよ。で、おー、なんか変なこと言うなと思ったんですけれども、まあ、とにかく怖がってたんで、もう大丈夫よ大丈夫よって、もう怖くないからねってその場は慰めたんです。でまた翌日同じようにトン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 と2階上がっていきますと、また娘さんバーンって飛び出してきて、またガシッとしがみついてくる。どうしたのって言ったら、今日はね、赤い屋根のお家のところでね、おーいおーいって手を振るのって言うんですよ。って昨日に引き続いてちょっとおかしなことを言うなと思ったんですけれども、まあとにかく怖がってたんで、もう大丈夫よ大丈夫よって慰めたんです。でまた翌日また同じようにバンって飛び出してきまして、お母さんって今日はね、青い屋根のお家のところに行って、ここまで聞いた時に彼女ちょっと待てよと、最初に言っていたその高速道路の高架橋のところから赤い屋根のお家から青い屋根のお家、確かに窓から見えるんですよ。で、直線上に並べると手前にあるんですね。高速道路、赤い屋根、青い屋根。あれ？これ近づいてきてるんじゃないかって思った時に、初めてそこでゾッとしたらしいんですね。で、おーってなんだかわかんないけど、ちょっともしかしたらね、良くないものをこの子見てるのかもしれない。そこで初めて思いまして、あ、もうじゃあねって、もうしばらくお二階で遊ぶのやめて、しばらく一回ね、お母さんと一緒に遊びましょうって言って、でそれからはしばらく一階で普通に遊んでたんで、何事もなかったんですけれども、これから何日か経ったところに、子供さんが2階にあるおもちゃが欲しいって言い出したんですね。で、ああ、じゃあ分かった、じゃあ一緒に取りに行きましょうって言って、一緒に2階に上がっていきまして、で、子供部屋を開けて、で、ドアのところに立って、じゃあ、おもちゃ取っておいでって、待ってたんですよ。で、子供さん、ああ、あれでもない、これでもないって、おもちゃを探してたんですけど、不意に、ふんってこう窓の方を振り返りまして、ね、腰ぐらいの高さからのちょっと小窓があるんですけども、その方をちょっと指さして、お母さんって言ったんですよ。で、と思って、その窓を振り返りますと、窓の外に、こう、転落防止用の柵があるんですけども、その柵のところになんか黒いものがこうしがみついてるのが見えたんです。で、何これって思ってる間にスルスルスルってもう一本それが上がってきてしがみついた。で、そう言ってる間にもうぬーって間から黒い影が上がってきたんですよ。と思って、うわ、何や何や、何これ、わからんと思ってる間に、その何ですかね、この橋の間から、ぐーって体を、その黒い影の体をねじ込んでくるのが見えたんで、あ、もうこれはまずいと思って、お子さんをこうガッて担いで逃げようと思って、で振り返ってドアの方に向かって走ったんですよ。そしたら今度は目の前でドアがバーンって閉まったって、わーっと思わず彼女目を閉じて、で怖かったんで、その窓の方を大丈夫かなってチャッて振り返ったんですよね。そしたらもうそこにその影はなくなってたんで、はあ、よかった、とりあえずびっくりしたけどよかった、わあ、今の何やったんやろって窓の方を完全に体向いた時に、まあ、彼女のこっち側にその黒い影が立ってまして、おーいって言ったんだけど、でもそっから
からちょっとパニックになっちゃって記憶がちょっと曖昧なんですけども、なんとかその子供さんを抱えたまま家の外に出まして、で外もう気がついたら外にいたんですね。でだから家の中に入るのが怖かったんでご主人の帰宅を待って、で一緒に、まあ、家に入った。でそれからしばらく何もなかったんですけども、ただ1週間後、これから1週間後に最初にその子供さんが目撃された高速道路の高架の下から死後1年以上経った男性のご遺体が発見されたっていう。でもしかしたらその彼女曰くその男性が自分がここにいるんだ、見つけてほしかったのかなって、だから出てきてたのかなっていうふうに、聞いたっていう、そういうお話でございました。